高森町、長野県。高森町は、長野県の南部、下稲郡の北部にある町。中央アルプスが望め、天竜川のし岸球にある。農業が中心で、特に山漬けの標高の高い場所ではリンゴ、梨などの果樹が、天竜川に近い場所では、市田柿が特産である。町のキャッチコピーは、柿とカヌーと祭りの町。柿とは、特産品の、 日田垣という星垣のことを指し、カヌーとは、町の端、豊岡村、高木村との間を流れる天竜川に、カヌーができる港を作って、年大会などを開いていることを指す。祭りは、町の西にある瑠璃寺より、地方に広まったと言われる、獅子舞が披露される祭りや、町の中の地区などが主催する農稜祭などの祭りが、盛んに開かれていることを言っている。また、 別のキャッチコピーとして、しばしば、不本線の街などと言われていたのは、町内でかつて、現在日本最古の貨幣とされている、不本線が発掘されていたことから取られている。戦国時代には、ザコ寺ジ氏が、稲郡の国衆として活動した。ザコ寺ジは、山吹間を本拠とし、はじめ海の国の武田氏に従い、天正10年、1582年3月の武田氏、 滅亡後は、徳川氏に従っている。2003年、平成15年4月、町内で、音声のみの町内の簡単なニュースと、町内のみの話題を取り扱った番組、そして、町内のみで通じる電話という優先放送を行っていた、高森町優先放送農業協組合が、高森町ケーブルテレビに移行した。これは、高森町全体を、ケーブルテレビのテレビ放送、 行動軸ハイブリッド伝送方式を使った高速 IP 回線と近隣の有線放送、ケーブルテレビの電話と相互接続が可能なように NTT 加入電話と同じ番号を使うなど地域情報化を意識した作りになっている。ただし、開設されてからあと現在に至るまでサービスの拡充は行われておらず、さらにケーブルテレビは地元で普通に受信できる地上派及び NHKBS の送信にとどまっている。長野県内で初となる高森城町民参加条例を2003年平成15年4月1日に施行した。これは町民が自治組織における自らの役割と責務を自覚し、自主的かつ主体的に自治活動に取り組みながら積極的に町づくりに参加するようにと定められている。2002年平成14年には、 長栄の乱ミュージアム高森が開園。世界中の乱を集めた博物館である。経営難のため2009年、平成21年11月1日に閉園した。2005年、平成17年春、町より、町役場前のほら、小さな沢で削られた谷である、唐沢ラに、対して埋め立てを行い、そこに、公共施設の駐車場、及び、 ホラを横断し町役場へのアクセスを良くする、さらには中学校への通学路の安全を確保する、といった計画が発表された。それに対して、1961年、昭和36年に、長野県南部を襲った大災害、36災害を経験した者が、先頭に立ち、そのホラより低い場所に住む、者たちを中心に、計画に対し異議を唱える陳情が出された。 反対派は、ほらは、水が集まってできた場所であるため豪雨が降ると、大量の水が集まることによって、崩れる、危険性が非常に高いということ。さらには、かつての災害の時、非常に崩れた箇所であり、近年の豪雨災害では埋め立てた箇所が表面が、滑るように崩れている点を指摘している。さらには、町が主張することはほぼ大案によって、それよりも安全に安価に地域の風景を破壊する。 ことなく実現可能としている。しかしこの陳情は、町議会では否決され受け入れることすらなかった。しかし、反対派は働きかけを続けており、議論が繰り広げられている。以前近隣の市において、ベーシアグループによる大規模なショッピングセンター計画が、住民の反対によって白紙になるといった出来事が起きているが、今回の場合は、 地域の協力のもとで計画が進んでいるようである。2005年、平成17年7月、高森町長議会議員選挙が行われる。近年は2期にわたって、無投票で終わっていたが、今回は定員以上の候補者が集まり選挙となる。しかし地元の新聞などでは、地域選挙の域を出なかったと評されるなど、とても活発に行われたものではなかった。どの候補も、 福祉、町の自立の二つを掲げた者の主張は、具体性を欠き、近年町で起こっている出来事に対しての公約や、主張というものがほとんどなかったのである。しかし一部で、このまま無投票が続けば、高森はダメになるという動きがあり、それによって出馬した者がいたということに関しては、今までにない動きであった。2006年、平成18年1月16日。 5期20年と長い間町長を務めてきた吉川三つ町長の人気切れにより町長選が行われた。吉川町長は6期目満了後の引退を宣言しており、現職と新人3人の計4人の争いとなった。新人で43歳の熊谷元宏が当選した。投票率は前回の町長選に比べて5%余り落ちた。2010年。 平成22年1月12日に、町長選が告示され、現職の熊谷元博が無投票で2選を果たした。熊谷元博、2010年、平成22年1月23日就任。議会定数15長野県の南進地方のちょうど、中心のあたり、下稲郡では、松川町に続いて、北に近い場所にある。南アルプス中央アルプスの間、 天竜川の河眼球にある町の東西でかなりの標高差がある高森町が運営する高齢者を対象にした福祉バス座り楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください